はいどうも、榎本晋作です。今日もよろしくお願いします。じゃあ、やっていきましょう。えー、っとですね、えー、学生からの質問に全部答えるシリーズの11の、えー、ボリューム21。なんかね、なんかボリューム増えてるな。あのー、あと4時、50、6時ぐらいの質問数なんですけど、あと、それ以外の人からもいろいろ来てるんで、ちょっと学生からのコーナー早く突破して、いろんな質問を受けたいなと思うんですけどね、メタバース系のやつのとかいろいろ来てるんですよ。 ただ、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあ、本題いきましょう。これ、左、バーン。えっ、ー、と、卒業しても SNS 等で相談しても良いでしょうかあくまで講義は学生が授業料を払って先生の講義を聞けたり、質問して答えてもらったりとサービスを受けられるわけですが、授業が終わるとやはりそのサービスは受けられないのでしょうか真面目だねさあ、どう答えようかな えっと、原則なんですけど、別に僕、連絡先公開してるんで、あの、全然普通に連絡ください。っていうか、まあ、その、卒業してからだったりとか、 授業終わってから付き合いのがある学生も結構いるんで、それは全然構いません。インターンに来てる子たちも過去には結構いました。ただあの連絡先公開してるってことは、まあ、連絡欲しいっていう意味かもしれないんですよね。僕から僕いただて僕がね、そういうこともあるんで、まあそれはあのそういうもんだと思ってください。ただすごい真面目だからいいなと思いましたこの考え方ですね。で確かに後半部分おっしゃる通りなんですよ。 えっと、学生が皆さん授業料を払って、で、その中で僕の講義を履修してっていうところで、まあ僕はサービスを提供してるという捉え方は確かに正しいと思う。それはそうですよ。あの、授業料の1年間分っていうのがあると思うので。ただですね、だとしたら、まあはっきり言いますわ。僕は過度のサービスをしているんですよね、普段。どういうことかっていうと、 一番簡単なサービスを提供してれば僕一番短い時間で終わるんですよ。じゃあそれどうすればいいかっていうと、去年のスライドそのまま喋って、はい、皆さん喋って、えっと、これ聞いといてくださいね。はい、じゃあ今回出席だけ取るんで出席した人書いてくださいって言って終わり。っていうのが一番簡単ですよね。僕がつかけてる時間そうすると、もうこの動画の前で喋る60分とか90分ぐらいで終わっちゃうんで、それで終わりじゃないですか。 で、あ、テスト一発であるのめんどくさいから、レポートでいいでしょ、うん、とかいう感じにして、レポート提出にして、まあ、それっぽくレポート見て、単位つける。これが一番簡単ですよね。うん、時間数もかからない。だから、極論言うと、それでもサービス上は OK だったりするわけですよ。ただですね、僕は毎年違うスライド作ってますし、あの、テーマも違うものにして、ゲスト講義も、 あの、すごい、えっ、ー、と、企画書を書いて皆さんと企画をねってやってるんですね、実はあれ。で、まあ、大きさがましく言うわけではなくて、僕なりにここが課題だなと思うところに対して、解決策として僕の授業があると思っているんですね。で、それをもって、あの、ちょっと、まあ、 最高の授業を作ろうとは思ってるわけですよで。最高の授業っていう抽象的な話じゃなくて、皆さんの人生が一歩進むような授業を作るっていうふうに、これは僕は自分自身で決めてることなので、皆さんには関係ないかもしれないですよね。うん、だって楽な、楽に単位取れればいいっていう考え方もあるんで、でそれはそれ全然いいんですよ。うん、ただ、えっと、そういう流れなので、どう、何が言いたいかというと、 あの、最低限のサービス提供したから、僕はそれで君らとは,はいおさらばねっていう考え方ではないっていうのだけ押さえておいてください。なんなら、あの、なんだろう、もう一生付き合っていくような中になっているような学生たちもいますし、あの、躊躇なくメッセージを送ってくれれば、躊躇なく、躊躇なくて、<laughs> ごめんなさい。えっと、基本的には即列してます。で、かなり長文で送ってくれる子もいるんですよ。 じゃあ、それはわかる。僕に対して、なんか、何らかの多分緊張感があって送ってくれてる子もいて、その子に対して僕はそれ以上の長文返したりも結構してるんですよね。だから、キャリア相談とか結構されたりも、されたりってか、してくれる方も多いんで、あ全然問題ないですあ。なんで、あの、結論なかったらしく言いましたけど、全然問題ないよっていうことだけ覚えておいてください。はい、じゃあ次行きましょう。えー、っと、もうね、髪切ったばっかりで髪の毛ばっかり気になっちゃうね。<laughs> はい、えー、っと、おすすめの本を教えてください。うーん、難しいな。 毎回いろんな本勧進めてるんだよね。この質問結構鉄板で。で、ちょっと背景から考えよう。あの、多分私にとっておすすめの本ですよね。榎本さんがおすすめする本じゃなくて、私にとっておすすめの本ですよね。多分そっちの方がいいと思う。僕がなんとなく好きな本紹介しても、それが皆さんの役に立つとは限らないじゃないですか。 だから、皆さんにとって、大学3年生、4年生ぐらい、もしくは2年生の子で見てくれてる子とかもいたりとか、1年生、高校生も先見てくれてるらしくて、あの動画によってはですね、それの中でですね、まあみんな共通して読んどいたら面白いんじゃないかっていう本ですよね。これはね、難しいんですけど、なんだろうね。うん。 自己啓発的な本はあんまりお勧めしたくないし、僕もそこまで好きじゃないんで、かといって専門領域が強いと難しいよな。ごめんなさい。これ考えてから喋るって話ですよね。えー、なんだろうな。うん。うん。あんまりお勧めの本っていうことでもないんですけど、まあ最近僕がこれいいなと思ったのは、その、うーん。 野村監督の本かななんてタイトルだっけここに何であるかとかった。届いた。ええー、っと、まあこれ多分何がえー、っと、こういう本だな、これ。えー、っと、頭を使え心を燃やせみたいな本あるんですよ。これね、野村監督の本。頭を使え心を燃やせって本あるんですけど、これはね、あれなんですよ。その 野村監督のね、なんかその5、6みたいな、まあ名言みたいなのが23、30個ぐらいあるんですよねで。これ毎朝読んでます、僕。何かしらパッと開けて。で、やっぱりその、なんだろう。なんか、自分の中で軸となる考え方を持ちたくて、で、僕、割かしその、なんか、なんだろう。 あの、野村さんの考え方は結構勉強になったとかあって、で、彼はやっぱロジックで固めていくタイプなんで、僕もロジック固まりたいタイプだから、なんだかんだね、その考え方的なのは毎日読んでますね。で、なあのまあ、そんな感じですね。まあ、ちょっといろいろおすめの本あるんですけど、皆さん共通だっていう話だと、これはいいかなっていうふうに思いました。まあ、あの、ね、いろいろあるんですけど、うん、まあ、これでいいか。うん、この本ですね、うん。野村監督の本、あの、なんとなく参考になれば嬉しいです。 えと次、えーと、オンラインセミナー、サロン等は、閉鎖的な環境で参加者を騙しに来ているのではという疑念はわかないかと疑問に思った。ああ、おっしゃる通りですね。これは、えー、と疑問に思って、疑問を飲むのすごいいいと思う。これ次回答えましょうか。じゃあ、えー、とこれを次回答えるということで進めさせてください、えーと。本日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、えー、とまた次回よろしくお願いします。